今日のポイントはね、学校を出たら本を読もうぜっていう話なんだよね。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 今日はね、もう学校を出たら軽く本を読もうっていう話です。これは本当に僕心の中からマジ超おすすめしていることなんだよね。どういうことかっていうと、年収1000万を超えている人は年間本30冊以上読んでるって聞いたことないで、なんかね、どこで聞いたのかわからなくてちょっと調べたの。そしたらね、ジム・クワークっていう海外でめっちゃ有名な超頭がいいブレインコーチがいて、で彼はもうスピーカーでもあるんだけど、まあ、彼はどういうクライアントがいるのかって言ったら、ヴァージンとかナイキとかザポスとか、もういっぱいそのアントレプレナー、起業家たちのすっげーのコーチなんだよね。で彼が調べた結果は、海外の IPO をしちゃうような超大手の CEO がね、本を年間52冊読んでるっていうデータを引っ張ってきたわけよ。中国だ、本週1冊読んでるんだよね。でビル・ゲイツも年間50冊読んでるって言われてて、ポイントはこうやってなんか成功している人ね、っていうのは意外と本をめちゃくちゃ読んでいるんですよ。でどういう本を読んでいるのかっていうと、まあもちろんストーリーとか小説も全然あれで超めっちゃおすすめなんだけど、具体的には結構パーセンテージが多いのは自分を高める本とかを読んでいるんだよね。だから日本だったら、まあビジネス書とか、自己啓発書って呼ばれるジャンルなんだよ。まあいわゆるマニュアルみたいな本なんだよね。でね、自分のキャリアについて学べる本ね、例えばコピーライターになったらコピーライティングの本はめちゃくちゃ読んだ方が自分のスキル上がるじゃん。デザイナーだったらデザイナー的な本上がるじゃん。 YouTube やってるんだったら動画の本とか、そういうことで自分のキャリアについての本っていうのもあるし、本当に何て言うかな、みんな共用できる話し方とか身だしなみの本とか、そういうなんか考え方とか仕事をもっと早くできる本とか時間の使い方とかね、そういう本とかを、まあみんなこういうね、結構できてる人たちは意外とめちゃくちゃ読んでいるんだよね。でね、もう一つ本を僕がおすすめする理由は、本って意外と安いのよ。例えば僕の周りで、まあ、メンターって呼ばれている人たち、もう本当に日本のトップレベルの人たちはね、その人に会おうとしたらなかなか会えないわけよ。で面白いのは、こういうすごい人が一生懸命自分がマジ伝えたことを本にするわけでしょ。何ヶ月も考えてこれだっていうのを一冊にまとめて、これいくらって言ったら、まあ高くて1700円とかなんだよね。だからある意味本って激安のなんか投資の学べるツールだと僕は感じてるの。でね、ちょっとね、僕も自己開発系の本とかを、ま、普通と比べると結構読んでる方だと思うので、ちょっと本を買う時の注意点っていうのがあるんですよ。でそれは俺正直言ってね、本のレビューはアマゾンで読まない方がいいと思うの、ね、海外の場合はアマゾンでレビューを書くっていうのがなんか文化になってるんだよね。でそれをめちゃくちゃしてくれる、もう本当の真面目なレビューを全ての本をするっていう人たちがもう何千人何万人いるわけよ。だから海外のね、そのトップベストセラーの本とかのレビューを見ると、すっげーロジカル的でね、フェアなレビューが書いてあるんですよ、ね、で goodreads.com とかもう Amazon 以外でこの本はどうだって言ってみんなが話し合うサイトとかも結構なんかもう文化になってるんだよね。でも日本の場合の Amazon 見ると結構しょぼいなんかネガティブなコメン
ットの方がなんかポジティブでしっかりしたレビューより多いんだよね。なんかこの本ダメとか、ね、怪しいとか、いやちょっと怪しいとかってレビューじゃないよみたいな感じなんだよね。だから本のレビューを書くときは大学の発表書みたいな感じで、どこが良かったのか、なぜここが違うと思ったのかっていう、そういうレビューを大切にして読むことが大切だと思うんだけど、なんかこの本ダメです、著者が嫌いだからっていうのはちょっとずれてるのよ。だから正直言って日本で本を買うときに Amazon のレビューがどうのこうのっていうのはマジ気にしなくていいと思うんだよね。でもそこにしっかりしたレビューがあって、いいところ悪いこと、なぜ私はちょっと違うのかって感じましたっていうのがあったら、それは参考にするととてもいいと思います。でね、もう一つ、まあ、concern 注意点っていうのを感じるのが、おい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 、そんないっぱいの人読んじゃ、人の本を読んで方向性ぶれないかっていうことなんだよね。でこれはガチちょっと気をつけた方がいいっていうか、ここの本にはいいところもあるし、ちょっと違うなっていうのがあるなっていう感じで本を読んでたら絶対ぶれないと思うんだよね。でも正直言って20代とか、ね、30代40代50代でもあんまり本年に1冊しか2冊しか読んだことないなっていう人たちは、最初はもういっぱい読んじゃって、どういう本を書いてやる、ね、どういう本の著者さんがいるのかっていうのを調べるためにいっぱいいっぱい読んじゃって全然大丈夫だと思う。でね、面白いことが起こるのよ。例えば本当に誰かの話にハマると、だから、ね、僕の場合だったら正直言ってこの4年間毎日同じ本を読んでて聞いてるの。朝起きたら必ずその本を読んでボイスで同じようにかけてやるのね。で夜寝る前もやって、でなんか瞑想する前とか、ね、通勤中の時も面白いんだけど、同じ本を何回も何回も読んでるので、何回も何回も読んでるんだけど、必ず毎回読む時に新しいことを学べるのね。だから中にはそういうすっごい本とかもあるんだよね。なのでこの本のポイントは、このビデオのポイントは、本を読むことを、ごめんすっごいねなんで Wi-Fi 繋がってないんだけど、僕の時計がビンビンになってるごめんなさい、ごめんね。このビデオのポイントはもう本当にね、本を読もうぜ、本を読むっていうのを習慣にすると本当にいいことがいっぱい起こると思うぜ。自分のキャリアについても学べるし、いろんな人の考え方も分かるし、本はいいぜ。 Alright, so that's it. I love you guys and I'll talk to you soon. I'll see you next week. 本当にありがとう。じゃあねー。